高三尊風に二人の脇事物を従えた三組の一種三尊席になっています。次にお庭の左右をご覧ください。特に力強い石が一つずつ置かれています。中央の守護石を右左でしっかりお守りしています。この石を二王石と呼びます。仏様の番人二王様を表しています。池の手前、こちらの岸に目を移しています。その左右に亀の前足を表す石と、ちょうど大亀が海に向かって泳いでいく姿を表しています。これを亀出島と言います。この亀に対して西の築山全体が大空を飛ぶ鶴の姿を